iPhone11 を使っている、お腹周りのお肉が気になるあなただけに特別な情報があります。に、井口ちゃんとまだやってるんですか。谷口で来てます。本当にまだやってるんですか。なんかね、噂によるとやってるらしいの。まだやってるんですか。こんなに雪の湯の字もないのに。これもジップラインした方がいいよジップライン楽しそうだよ。ワイヤーのやつあれやりたいっす。ジップラインしに行くか。まだやってないっすよ多分。やってないのかな。やってんじゃないの。やってんのかな。だって真冬もやってんじゃないの。あれ真冬もやってんすか。いや、わかんないけど。ジップラインするんだからちゃんとカメラ持ってきたなと確かに、360度カメラ。なんかジップラインするんだったら、はい、なんか100倍ズームぐらいできるカメラで、あレンズでね、ゆっくりなんかこう滑ってるのをずーっとこうやってスーッとやっていきたい、ね、僕600ミリのカメラ持ってるんで。お結構、ね、それ持っていきますよ。あ雪ありました。お雪あるじゃん。あるじゃん。雪ありますよ。全然あります。普通に。おほら、あ綺麗な雪が出てきましたね。ほら綺麗綺麗綺麗。全然綺麗。ウグちゃんグラトラーだからもうこの雪あれば全然練習できる。ここだけで楽しんでね。僕じゃあ今日ここに滑ってるんで谷口さん抜いて。オッケー。じゃあ上の様子をね、はい、僕撮ってきますんで。じゃあまた後ほど。後ほど、はい。雪割り職人。雪割り職人だ誰も突っ込まないってねボケ続けるから。ボケ続けるから。俺たちはまだまだボケ続けるぜ俺たちのボケは終わらない黒糖の匂いするんですけど。黒糖の匂い。板が黒糖。え、ちょっと匂い嗅いでください。ちょっと待ってね。あしないですか。するするっしょ。うん、いや鉄の匂いじゃないのかな。あこの香ばしさが、うん、滑るの早すぎて、うん、板が焦げちゃってるかも。なるほどね。摩擦でめっちゃ速いもんね。そう速いから。170キロぐらい出してるでしょ。全然もうそれデフォルトだから。170キロになるとさ雪もさとんがってるじゃん。とんがってるよく見ると。そうそうそう、あの雪印のあのマークになってるから、ね、そう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 。摩擦熱ね。やばいんだよ。ソールがすごいことになってる。ズルズルに溶けちゃう、うん、エッジとかも赤くなるから。あだから安い板ってソールがすぐカサカサになるんだ。そう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 。なるほどね。やっぱ高い板だと、うん、時速250キロぐらいまで大丈夫だから。へえ。それぐらいまでは雪の上滑っても火は出るけど、うん、溶けはしない。なるほど。あ雪の方が溶けそうだね。そう雪が先に溶けるし、まあ、エッジもだいぶ鉄だから熱くなるから赤くなるし。おフィギュアスキー場リフトグリーンシーズンアドベンチャー。だからもうやってるってことだよね。そうです。9時からじゃあ早速ねリフト乗りましょう。ゴンドラ、はい、ゴンドラにね乗ったんですけどめちゃくちゃ暑いです。暑い。この格好でもね、暑いぐらいなんで、ね、僕のこのパーカーめちゃくちゃ暑いです。外の冷たい風。外の空気そんな冷たくないんですよ。そうだね。なんかこんな時までスノーボードしちゃダメだよ。暑い。いやでエアコンつけて寝てる方が100倍マシだよ。だから一気に減るんだろうね。うん、だと思った。ゴールデンウィーク終わったら。暑いんだと思う。まあ、みんな。これ暑いわ。普通に。熱中症でね、倒れちゃう。そう、そっちが怖い。でも、上の方に行ったら、もしかしたら涼しいかもしれないです。涼しいと思う。ちょっと我慢して。行きましょう。上の方に行ったらまたカメラ回そう。はい。あ、涼しい。それだね。あそういう調整台を使っている人もいるのか。まあいいね、締めないとね。
ちゃ涼しいよ。涼しい。これ涼みに来るだけで良くない？うん。ここにコット持ってきて。確かに。折りたたみの。ねえ。涼みにいたら調子いい。涼みに来るだけでいい。めちゃめちゃいいじゃん。やっぱ雪があるだけで全然違うんだね。超涼しい。死ぬほど涼しい。ね、てか寒くない？ちょっと寒い。だよね。風邪ひいちゃう。しかも多分午後から天気悪くなるんだ。何？より冷えるかもしれない。今日は本格ゴール滑ると決めたんだよ、ね。うん。持ってきてないし。あのその調整で空いたんじゃない？バックパックには何も入ってないですか？こんな感じか。水とカメラと電池とあと救急セットが入ってる。準備万端だね。いつだって怪我できる。じゃあちょっと調整しましょう。ゆるゆるだからね。調節していきます。迷っとんな。こっちのコースに入ってへんな。ここ滑っていいとかちょっとなんか結構いかついっすよね。いかついよ。このロープ越えなければいいんじゃない？このロープ越えなきゃ OK っす。すごいな。ちなみに普通に、うん、小規模だけど普通になだれます。あの全然危なくないけど、これぐらいの厚みだから全然危なくないけど、うん、ブレーキしたら足元ごとごっそりボーンと落ちてきます。なんだっけな、なだれじゃなくてスラフって言うんだっけ、なんか競争のほんのちょろっとした。ああ、そうそうそう、スラフでしたね。なんか確かそんなような言葉だった。まあでも大げさに言うとなだれですね。大げさに言うとね、はい、あーすごいね。ちょっとバンクドスラロームみたいな。結構コブがある。結構しんどいコブがある。あ、そこだね。はい、いやしんどそうだね。誰も入ってない。入ってる人もあれですよ。コバーたちが、まあ、コバーはねやっぱこの間こういうコブね。はい、これスピード出るから一番辛いやつだね。だ結構外に回していかないと、うん、いや結構復興的に。こっからねまた変わるんですよ。ここからあー全然違うね。こっからねちょっと高低差が出てきます、うん、ここすごいね。でここが結構最横の動きが広くなって、こっから横の動きが近い、うん、ここしんどいですよ。これさうまいことなんかこっち側にもこういう風にずっとターンし続けたらさ、そうなん、ずっとバンクドスラロームのコース作れそうです。いやめっちゃしんどいっす。あのコブがいるんでやっぱモーグルになってるんで、でまだコブあるんすよあそこにね、はい、すごいね。ここ一本でねコブめっちゃ楽しめるっす。やっぱねコブ滑んないと上手くなんないから。間違いないね。多分あの強制的にそのターンコはできないそうと強制的にずらしも教えられるし、そう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 、できないことをねできるようにしていかないとね。コブ滑れないから滑んないっていう人が多いけど、うん、滑れないことが目の前にあってとてもシンプルなのにそれをやらないっていうのは上手くなることを放棄してますよ。まああれですよ、明日からダイエットしようっていうのと同じです。そうそうそう、一生コブなんて滑れないまんまだし上手くならない。じゃあね、我々はコブ以外を滑りに行きましょう。コブ以外滑んない？コブ以外を滑りに行きましょう。そうですね、コブはやめましょう。何で？コブは危ないから。コブは危ないからやめましょう。まずはパークですな。パークに行こう。走る。走るぞこいつ。は、走る。走るぞこいつ。ちなみにね、今回はワクチン並ぶに、綺麗にしてきただけです。あ、ちょっと風が危ねえ。おー、危ねえ。攻めてますな。横壁がいい感じに座ってるね。
うん、そのまま行っちゃいがちなんですけどね、ちょっとブッチでいいですか。怪我が痛い、怪我痛い、みんなねこのまま落としちゃいがちなんですけど、実はあれこれですか。そうです、なんかありますね。実はねバンクのスロームがあります。お、痛いから走らん。なるほど。バンクドスローも面白いですね。ワックス塗ってくればよかった。こういうことがあるからね、板はちゃんとメンテナンスした方がいい。スクレーピングだけでもした方がいいですよね。間違いない。ここからまた開けるんですよね。お、ここにも壁がある。壁があるね。あるある。なるほど。怖い。なんだこれは。めっちゃ怖い。大砲みたいなのがあった。なるほど。あれはね、俺が好きなアイテムだね。お、じゃあ次は谷口さんのパークライズ。行くぜ。パークライズ。鍛えれるんですよ。え？みんなね、これ飛んだらね、あっちにね、抜きがちですよ。すごいな。ここにもね結構むずいのがもうあるんですわ。バンクドスラロームだね。なんであのね、インソール入れてた方がいい。あ、インソールなし。うん、あ、今日インソールいるっすよ絶対。これすげえ調子悪いわ。インソール偉大。かかとが、かかとがね、4センチ浮いてるね。4センチ。うん。でも昔これで滑ってたんだけどな。だから変わったんすよ。変わっちゃったんすよ。ね。スノーボード下手になっちゃった。スノーボード下手になった。やっぱいい道具使うと下手になるわ。そうなんですよ。たまにこうやって難しいっていう道具調整で滑らないとダメだね。だってインソール入っててもしんどいのに。確かに。ダメっすよ。しかもバインディングも。ちょっと合ってないセッティングになってるんだよ、ね、適当。うん、僕も今日適当につけてきて後悔してる。セッティング大事じゃ。すげえ滑りづらい。うん、すごくしんどい。私もなんかしんどい。着地も耐えれないしけどね、やっぱスノーボードって転ぶから楽しいと思う。そうなんですよ、うん、そうなんですよ。だから今日は転んでいこう。転んでいきましょう。転ぶリスク考えたらこっちの方が転びやすいんで。確かに。まだコブは続きます。
ちょっとグローブ取ってくるわ。あのね、思ったより楽しかった。思ったよりあるっしょ。うん、パーク張りたくなったっしょ。パークね、張りたくなったし、まずその前にバンクドで楽しめるのがいいし、その後パーク行って、で、まあ、コブも楽しいんで、スノーボード上手くなる要素しかない、ここには。そうなんですよ。で、最後カービングしてね。うん。全部が詰まってます。全部がある。最初の緩斜面でグラトリできますから。ね。しかも左の壁遊びもできるし。そうそう。地形遊び。で、人工物遊び。ないものがほぼない。パウダーぐらい。パウダーとハーフパイプぐらいですね。うん。グラベルもあるしね。バンク頑張ればね、ね、頑張ればグラベル、コブベルがコブベルでいけたからね。すごいっすよ、このリフト1本で回せますから。それがすごいわ。もう今の1本ですごい使うから。ただね、あと3日で営業終了なんですよ。ここもったいないね。あと3日で終わりっすね。でもこんだけ雪あるけど、多分あと3日ぐらいで消えるんだろうね。多分ピーカンの日があるともう一気に20センチ、30センチ減っちゃいますよ ね。だってもうこれ40センチぐらいしかないもん、ね。うん、厚みもそんなないから、多分こことかは多分もう終わりっすよね。ね、あとはパーク行って下山コースだね、全て、うん、課題を満喫してね。ジップラインやりたいな。ジップラインね、やりに行きたいね。そうなんです、夏ね、やりたいですよ。マジで怖いですからね。これね、プチ高所恐怖症。あ、そうなんですか。うん、ダメじゃないですか。スノーボードとかスキーとか一番やっちゃダメじゃないですか。そう、自分が飛ぶ分には大丈夫だ、ね。うん、だからトヨタビッグエアとかエクストレイルとかあるじゃないですか、はいはいはい、飛ぶよりも上に登るのが一番怖いから。ランディングだ、アプローチの裏の方から歩いていくのよ。あの鉄骨を歩いて、ね、で足場下がさ、はい、スケスケなわけじゃん、はい、網とかさ、でちょっと揺れたりすんのよ。グラグラってそれが怖い。あ、でもあのキングスのバンガーの上とか、あ、怖い怖い怖い、ビッグの上とか、うん、怖いっすよね。あのガダイの上、高所なのに揺れる建物がまず怖い。ああ、そもそもね、うん、そういうのも好きだし、排水溝のさ、網の鉄のやつあるじゃん、はい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 、あれとかが貼ってある高いところ、ね、グレーチングみたいな、そうそうそう、そう、ね、足場ね。竜王の、ソラテラス、いや、ソラテラスじゃなくて、ロープウェイ乗り場の、はい、網網の下とか見るのもキッてなる。なんか怖い、僕高所登る仕事してたんですけど、こういうの登ってたんですけど、うん、僕も高所怖いなって思ったんですけど、うん、怖い理由が分かったんですよ、うん、何かに支えられてたり、こう椅子がこうあったら怖くないですよ、うん、リフト怖くなくないですか。リフトね、下り怖いんだよね。あ、下りは怖いです、うん、でもこう登ってる時ここにグッてこう圧かかってるじゃないですか、うん、そうなってる時なんか怖くないですよ。へー、でもね、2本足で立てっていう状態になった瞬間、自分で全部自分に委ねられるから、うん、めっちゃ怖いですよ。だ、多分その時に妄想力が豊かじゃん、多分高所恐怖症の人って妄想力が多分豊かなんで、風が吹いて飛んでったらどうしようとか、うん、ここのボルトのネジが緩んでてガラってなって落ちたらどうしようみたいな。だから偏見かもしれないけど、そうそう、なんとか恐怖症の人たちは基本的に一人遊びが好きだと思う。あー、自分で想像力を働かして、そう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 、遊ぶから。確かに、でも不思議なんだよな、こっち側は全然怖くないのにさ、下りのリフト乗るとめっちゃ怖く感じるよ。あれ不思議だよ。キッカーのリップ見てるとき怖くないけど、うん、ランニング見えたら怖い。それはないな。僕リップはめっちゃ怖いんですけど、怖くないですけど、ランニング見えたら怖いですよ。俺は慣れじゃない。慣れなんすかね、うん、これリップじゃないですか。下りになったらランニングじゃないですか。あのね、スノーボードで多分一番怖いの、ハーフパイプのバックサイド飛んでフロントサイド側の壁見るっていうのが一番怖い。着地じゃなくて、あ、逆の壁見る。だからレギュラーだったらこうっすか。レギュラーとバックサイド飛んで、はい、こっち側だね。あー、バックサイド側のヒールサイドを、はいはいはい、登って
で逆側の壁を見る。あ、見えないもん着地そう、着地見えないし、それやだ、すげえ高さが感じる。それやだ、だって見えるっすもん、ボトムがめちゃくちゃ怖い。確かに、それやだ。だから今度やってみて。え、だからこっちでしょ、こう飛んで、そう、バックサイド側飛んで、こっち見る、もう向こう、こっち側の壁を見る。めっちゃ怖いわこうなって、心身で落ちて、尻落ちていて、滑り台みたいになった今イメージで、一人遊びが得意だね一人遊びが得意だね面白いね。じゃあそんなね、一人遊びず一人遊びずのね、二人で遊ぶ、二人遊びスノーボード、ね、行きましょう撮影してきますよ。よし、インソールなしで行っちゃうぜスッカスカなのマジで。インソール大事よ、みんなみんなインソールした方がいいよ。あれ、GoPro 持ったことあるの遅くなった。これさ、さっき谷口さんの方が走ってなかったけど、多分 GoPro 持ったら遅くなる説ある。 GoPro 持ったら遅くなる。うん、だからやっぱり重心の位置ってすげえ大事なんだろうね。大事っすね、これだって右手持ってるだけで左足ピクピク動いてるもん。うん、今回だって僕、逆に僕は全然追いつかないもん。だからこれ GoPro がダメだな、これ多分。バンクド知らない。こちらのコースがさっきイグちゃんに教えてもらったバンクドのコースになります。特徴はですね、ちょっと細めになっておりまして、スピードはねそんなに出ないかと思いきや、出るんよ。ターンが結構下に落とされるんで結構スピードが出るんです。出るんよ。なんで加減速を大事にしたいんですけど、ですね、ターンの後半でスピードを落とすと、はい、次のストレートがちょっと上りになっててっていういやらしいコース設定になっております。だから怖がらずに踏んでいかないと。そうなんですよ。なのでコースアウトするつもりでぶっ飛ばします。全力でついていくぜ。いくぜ。早い、やつは早い。ここね、ここはむずい。早い、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 ここも早い、早い、早い。 GoPro 持ってるだけですごいきついでしょ。いや、なんか滑りにくいっす全然違うよね。多分この GoPro がダメっすよ。 GoPro ちょっと重たいんだよ、ね、もうちょっと軽いやつ作ってみる。言っときますわ、ザガーバーグに作ってる人は近くない関係ないけどこのままね、バンクを抜いてったらね、さらにこのバンクにアクセスできます。ほら、うい、今結構飛びやすいです。おお、そんなことしたら危ないよ。あんなとこにパイプ刺したら危ないじゃん。2回当てなかった。誰であんなとこに刺したの。怪我したらどうすんだ本当に。谷口さんがもう怪我、うん、そう、あんなとこに刺せるから、あえて当て込んで楽しい思いするんじゃないか。飛ぶね、飛ぶ飛ぶ。このコブを追いながら自分のコブを楽しむというね、贅沢な
ことを考えました。頑張ります。こちらがね、あの先ほどイグちゃんが紹介してくれたポテト、もうコブを超えたスラロームコブになります。コブローム、ね、難しいんですけど、難しいんだけど行ってみたいと思います。はい、やっぱりなるわ、ね、同じ辺の同じところだったでしょ、木が見えてきたところら辺で、そうそうそう、これちょっとやべえなと思ってそうなるんよ、来るわなんかそうなるんだやべえ、そうなんだよ、なるんだよ。難しいな、コブの追い取り取れてない気がするもん、そもそもちゃんと。コブを追い取りしてるスキーヤーとかいないの分かった。コブで追い取りしてるやつがいない理由が分かった、うん、痛いし手ぶちぶち、端っここうやって追い取りするね。コブ行きながらカメラのことも考えたらね、行きたい方向に行けない。そうなんだよね、だからね本当に上手くなりたい人はこういうのやったらいいと思う。できないことを、あ、確かに、そうすることによって違う使い方、そうあった、やっぱり余裕をなくして滑るのが大事だ、なかった。じゃあ皆さんもね、ぜひチャレンジしてみてください。コブ追い取りね、コブ追い取り、うん、やるといろんなこと分かりますんで、まずは360カメラで、そうだね、 GoPro ぐらいになってくると難しい、難しいで、ちゃんと捉えるんだね。一番上級者は iPhone こうやって iPhone 手持ちね、こうやってうん、iPhone 勢が一番うまいから。よし、じゃ最後飛びますか。こう、あ、どこですか。サイドインあるんですよ。サイドイン、どこあれか、はい、おーおーおおおおおおやってる、かっこいい形や。僕もね、追い取りしながらポーズ決めてるんですけどね。おおおお、全然踏ん張れない。やっぱインソール必要、インソール必要、インソール大事、インソール大事、全然踏ん張れないでもクローズが重要じゃから、もうこれクローズすんじゃない。そうです、もう閉まります、閉まった。で、我々は前棚リフトから前棚ステーションの方に、でもステーションの方は行けないんです。あ、前棚ステーション、前棚ステーションね、六本木ステーションの方に行けない。そうそうそう、あの絵はこうやって書いてあるけど、うん、もっと複雑だからよくないよこれダメだよ。ちょっとね、ベアバレー絶対そうじゃない、ベアバレーね結構うねってるから。でも多分これを、これなんでこの絵にしたかっていうと、このベアバレーよりも歩く方が長いぞっていう風に意識させることによって、こっち側に行かせる人を多分少なくしてる。人を少なくしたいのにわざわざ圧接してんの、こいつは奴隷みたいだな奴隷じゃんか。自分らの働きさ、味わってもらう人を減らしてどうすんだよ。まあでもこれぐらい書いとかないと、雪のいいじゃんかって言われるからやってるんでしょうね。だから僕らも見て、行って、歩いて、文句言いましょう、うん、え、
昨日、一昨日 300m だったのに今日1キロになってるんだけど1キロ結構だよ。やだな、行くか。我々は1キロっつったらハイカップできるか。確かに。じゃあ1キロ歩かなきゃいけないんだったらもう1キロ歩いて滑る量ちょっと増やしましょうよ。でも結局1キロ歩く。2キロ滑るか。滑ろう。よし行こう。いいんだな。やっぱり下る人が少ないのか、滑ってる人も少ないね。少ない。あ、だから行ってみればもうパウラーですよね。走んねえ。よし、こっからや。こっからだ。ノートラック壁がある。壁がいっぱいあるよ。気持ちいい。いいっすね。ね、いいじゃん。めっちゃいいわ。お、壁がたくさんあるぜ。うー、あ、いいね。すげえ涼しくてよかったね。一瞬寒かったもん。寒い。その格好だとね。チャレンジします。いいよ。いいね。ターン来た方が早いな。おお。あ、こっちか。え、そういうこと？痛い。あ、そういうこと？じゃない。あ、もうこっちから行けないんだ。一昨日は行けたんすよ。あ、そういうこと。ここのリフトだよね。そうっす。結果、向こうのリフトです。か、12時までしか行けなかった説。かな。いや、昨日30ぐらいまで滑りました。マジ？だからもう下が多分通れなくなったんですよ。クローズだ。一昨日撮影しといてよかった。あー、行けなかった。いや、でもえ、すぐ終わっちゃった。いや、あそこめっちゃ気持ちよかったね。よかった、めっちゃよかった。これ1キロ歩くって思ったらちょっと病んできた。ここ滑らなくて1キロ歩くって意味なのかな。そういうことっすね。あ、そうだわ。だってあそこ歩いてる人いるもん。六本木ステーションってあれだもん、中間でしょ。そうだ、あ、中間だわ。全棚って上か。そうだ。うわあ。全然分かんなかったね。いや、でも行ってみないと分かんないっすね。そうだね。え、だからもっとうねうね行くと思ってたっすもん。これもう中間のとこまで。なんかね、うん。ああ。まさかの。ね。ね。はい。というわけでね。はい。ちょっと待ってね。はい。下まで。滑れません。滑れません。ショック。すげえ歩くことになって、あっちで歩いてきてる。俺の想像の10倍歩いてるよ、これ。1キロ相当だね。1キロ結構。まあ、これ歩いてる間に、いろいろ、ね。考えれるんで。確かに。はい。みんなも降りてきてこの1キロ歩きながら瞑想してください。今後の人生についてね。はい、深いね。というわけで皆さん、もうシーズン終わりますけれども、はい、よかったら最後に話題に来たり
ガスさんもね、まだやってるんで、ね、うん、まだまだちょっと滑り足りないなとか思ってる方、ね、よかったらぜひ遊びに行ってみてください。はい、さよなら。ライドオン。さよなら。ライドアウト。ライドアウトだね、うん、今緊急で動画を撮ってるんですけど、はい、意外と見えてるところから遠くて、さっきのところ見えてた場所そこなんですけど、全然まだまだありました。で、これシャドウがあるように見えるんですけど、もうこういう感じです。もう こうやって乗った瞬間にもう止まっていくっていう感じです。くらなので皆さん、全然おすすめしません。あの上やっぱさ間違ってたよ。上のコースもっとうねってるって僕言ったけど、うん、まさかのめっちゃ早く曲がらされてたじゃないですか。ね、下めっちゃうねってんじゃん。でもあの上だとスッスッって感じだったね。あの上嘘つきだよ。あの上嘘つきだよ。これ1キロ以上あるよ。1キロ以上あるね。あるかもしれない。気持ちは10キロだよ。あのね、雪道1キロ歩けてるんだよ。過酷だな。前半の気持ちよさが全て台無しになる。それとの等価交換にはなんない。、うん、それはライン少ねえわってなるよ。誰も行かねえわってなるわ。誰も行かないわ。そういうことなんだな。勉強になった。ああ面白い。これだから面白い。やめらんねえぜ。あー気持ちいい。あーいい。ここで止まんなければいいんだけどな。ここで行ける。結構滑ってるラインあるんで。確かに。ここから出てこれない。あ、ここ出てこれるんだ。あ、あれか、気圧節ゾーンだ。なだれ起きる。ね、ワックス何も塗ってないんで。僕も何も塗ってない。危ない。危ない。転びそうだった。スローダウン。シュッシュ。スローダウン。ガーッ。お疲れ様でした。結局ね、ゴンドラで帰らないといけないということで、そこがね、全棚ステーションなんで、ここが全棚ステーション。全棚ステーションまでしか行けないです。一本めっちゃロングランできた気がする。ね。うん。めっちゃ疲れた。多分ちょっとお腹周りの脂肪が気になる中年の男性に、おすすめのコースになっております。iPhone11 を使っている、お腹周りのお肉が気になるあなただけに特別な情報があります。このコース行くと痩せます。これサムネイル一番最初に使う。